さあ皆様こんにちは、こんばんは。はじめましてという人が多分多いんでしょうかね、どうでしょうかね。さあ、これからですね、 N 予備校、明日金曜日から開校されます中学復習講座、オリエンテーションの、まあ、授業というか、まあ、授業はしません、お話ですね、説明の担当をさせていただきます、中学の英語の、ね、担当します講師の中久喜翔太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。拍手も結構ね、いろいろな中久喜先生、呼ばれてます、ありがとうございます。そうね、これからまあ今日40分ぐらいですかね、一応それぐらいのなんかね、なんかいろいろこう全然初めましてじゃないのかなっていう感じの人もいますが、ダメ、どうしてもコメントに目がいってしまう。40分ぐらいですね、短い時間でありますがね、お付き合いくださいませ。いやでもね、こうね、気楽でいいね。授業を全くしないでこうね、まあお話だけでね、過ごせる40分で、なんかとてもこう気楽でいいですね。このね、スタジオの中もね、いつもと違ってこうね、こう楽なね感じでこうね。だから皆さんも、ね、本当にこうなんつうのかね、まあ気張らずね、まあ、楽しくね、やっていければと思いますね。で、そう、まあもうコメント機能はもう皆さんこれご存知ですよね。N 予備校ね、皆さんとね、僕ら講師がこうやってね、リアルタイムで双方向にね、つながりながら授業を進めていきます。で、 N 予備校アプリホームページのコメント欄、そこにコメントを打ってくれたものが、まあ若干ラグはありますが、僕たち講師の目の前にモニターがあるんですね。これちょっとね、諸事情でね、映すことはできませんか。こちらにですね、こちらに表示されます。で、それを僕たちが見て拾って授業ができるんですよ。よくニコ生でもこれ同時配信されてますけど、ニコ生とか見てると、これ生ですかみたいなね、そんなコメントよくあるんですが、生なんです。そうなんですよ。なんですが、ニコ生で見てくれてる皆さんいますかね。ニコ生の方ではのコメントは僕たちには見えておりません。なので、もしこうね、双方向機能体験したければ、ぜひ N 予備校のアプリホームページからね、ぜひともご覧になってくださいませ。はい、ということで、じゃあ40分間ですね、まあ、ゆるく楽しくやってまいりたいと思います。はい、じゃあ皆様、じゃあ、まあ、僕の授業ってわけじゃないんですが、なんか僕のこの授業の冒頭はとりあえず拍手から始まるんじゃ、もう一回、はい、拍手。拍手は8ですね、8を連打するね。で、これはね、8の弾幕をね、作りましょうね。荒らしたい、いいですか。 N 予備校、このね、番の基準は厳しいですよ、いいですかね。挑発的発言等々ありましたら即番いきますからね、いいですかね。はいね、そこはね、ご注意ください、いいですかね。ちゃんとこうね、節度を持ったね、コメントねなどをね、して参加してくれればと思います。はい、じゃあまずなんですが、今日ね、まずお話しする内容ですが、まずこの中学講座で、まあ一体ね、どんな内容を学ぶのか、そして何よりもやっぱり一番皆さんが知りたいのは N 予備校の仕組みですよね。意外とね、なんかこう世間的には N 予備校っていうのがね、どうも正しく認知されていない部分が とても多くてですね、ちょっと今日ね、そこら辺のね、仕組みの話もね、いろいろしていきたいと思いますのでね、N 予備校ってこういうところかっていうのをね、ちょっとまあね、実感してもらえればと思います。はい、じゃあ早速ですが、はい、行きましょう。はい、まずこのね、中学復習講座、まあ国語、数学、英語、3教科ありますが、こういう方にぜひ受けてもらいたいっていうね、受講対象として僕たちが想定している方々、ちょっとね、お話します。まずやっぱり何よりも、はいね、基礎に不安がある高校生、高卒生、要は大学受験したい、あ、ごめんなさい。もう一回行きましょうか。基礎に不安がある高校生、高卒生、すみません、今日ね、音声さんと僕ね、何も打ち合わせはしてませんね。こう、あうんの呼吸でね、いけると思ったらね、もうずれた。さあ、まあ、これからね、大学受験をしていきたい。なんだけども、基本の部分に不安があるね、そういった大学受験をする方、本当、ぜひね、見てもらえればと思いますね。そう、今日もQ&A でね、そうね、そういった質問をね、高校3年の方かな、もらってましたが、そう、なかなかほら、どうしてもね、高校を進んでから先ってさ、中学校の内容ってあんまり戻る機会がないし、どっかでやっぱりちょっとバカにしてませんか。な、中学英語、あんな、何が何 C だみたいなさ、中学英語の教科書大体何 C とかボブばっかでしょ。ところがこれやっぱり、まあ教科にももちろんね、よって違いはあると思うんですけども、やっぱりその基本、そのまあ英語について言うと、やっぱり
まあ、高校英語であれ何であれ、ね、そのまあ生の英語、実社会の英語、全部の基本ってやっぱり中学英語なんですよね。だからね、こうやってね、なんていうのかね、そのなかなかこう普段ね、中学校の学習内容に戻る機会がない人でもね、まあ、うん、効率よく勉強できるかと思いますね。ぜひね、受けてください。あるでしょ、そうなんですよね。はい。そして、はい、2つ目。短時間で基礎を確認したい高校生、高卒生。よっしゃそれも一回やればね、はい、ね、まあ、今も話しましたが、そう、あの教科にもよって若干違いますが、一応授業は全14回、英語はね、全14回を予定していますね。で、あの、まあ、またこの後説明しますが、アプリの中にある教材とかね、そういったものを使えば非常に短期間で効率よくね、勉強できると思いますね。はい、これが2。そしてまだまだありますよ。こんな書いてますもん。こんな書いてますもん。はい。そして、続けて。授業などで英語力を求められて困っている大学生。意外と、大学行ってから突然英語の力求められることってありませんか？もうなんか、ある程度読解はできるみたいな。ね。ある程度、会話できるでしょみたいな。リスニングもなんかすごいレベル高いとか、っていうことってあるでしょ。でしょうね、そういった大学生の方がね、また改めて英語の基本、数学国語の基本、そういったものをね、しっかりこうね、うん、勉強していきたいっていう、うん、ほらぎっくりってほらもうでしょう。僕も苦労しましたもん。僕あの大学の僕ゼミで、あの僕あの国際政治史の専攻だったんですよ。でそのゼミで読む論文ってもう全部英語論文で、で僕あの高校時代全然英語の勉強まともにやってなかったんで、全然読めなかったんですよ。で周りのそのゼミの仲間がやっぱり割にスラスラ読んでて、何が違いがあったのかなと思ったら、やっぱりその受験の勉強、ひいて言えば中学英語の基本だよね、そこら辺をやっぱりちゃんとやってなかったかなっていう部分は僕自身も思い当たりますね。ということで、はい、大学生諸君、きっとニコ生で今いっぱい見てんじゃございませんかね、ぜひともね参加してくれればと思います。そして4、通勤の時間を英語学習に当てたいと考えている意識高い社会人の方々、かかませてきたこここそ今ニコ生で一番見てるとかね、そんな感じの方々じゃないでしょうかね。そうね、ね、その実用英語ね、ビジネス英語の基本をやっぱりしっかりね、このなんつうのかな、ごまかしなく、単なるさ会話表現覚えてそれでおしまいじゃなかなかやっぱりね、難しい部分もありますよね。そういったね、ただ暗記とか慣れとかではなくて、しっかりこうね、根本から理解したい。で、それをさらに英会話、またはビジネス英語、そういったものにつなげていきたい、意識高い、意識高いね、なんで笑うなぜ笑う、そういった社会人の方々、待っております。そして、まだまだあります。そして、時間持て余してる奥様。みんなここ笑うとこね、笑うとこですね、笑うとこですよね。はい、ね、ね、もしお暇な時間があれば、ぜひともね、英語の勉強してみませんか。そして周りの奥様にちょっと差をつけるっていうね。つまりです、つまり、ま、さまざまね、受けてほしい方々申し述べてまいりましたが、簡単に言うと、つまり全人類ね、老若男女問わず、ぜひともね、大勢の方々に見てね、に見てもらえればと思いますね。奥さん爆笑ありがとうございます。はい、って思いますね。マダムキラー中木やめなさい。やめなさい。わけわかんない。そんな既成事実を作っちゃいけない。はい、ということですね。はい、ね、まあこういった方々に見てもらえればと思います。はい、さあ、じゃあ続けましょう。そして、はい、質問です。年齢は10代、20代、30代以上、10万歳以上。ここで一般的な授業だったら、はい、1の人はーいとかね、2の人はーいとかね、はい、これが N 予備校ではできてしまうんですね。 N 予備校には、はい、アンケート、クイズ、こういった機能があるわけなんですよ。はい、ちょっとじゃあそこを体験してもらってよろしいでしょうかね。はい、皆さんは年齢どこですか。これから画面に番号出るんで、はい、1234押してください。どうぞ15秒。そうね、4は閣下ですね、うん、4見て閣下って分かる方、間違いなくある程度の、ね、年齢にはね、老人形にされるぞってね、言ったあなたも間違いなくね、僕と同年齢ぐらいですかね。僕若い頃、学生の頃、世紀末のコピーバンドやってましたね。顔を塗ってしっかりやってました僕。
動乱が落ちなくて大変なんですよ。もうなんか見覚えある名前が多いですねあでもそうでもないな、お初の人も多いですね。はい、年齢層はい、出た31、20、20、21、31、20、21、結構割れたね。なかなか理想的な割れ方ではないかと思いますね。はい、また理想じゃないよ。カッカ多くねえか、カッカ多すぎでしょ。世紀末バンド いくつできんの、カッカ多すぎ。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、性別は1女性2男性、15秒どうぞ。さあ、お早くも10分経ってます。やべ、40分で終わんのかなこう喋る僕も今日完全にノープランなんでね、もうねフリーダムですさあ男性の方が多いのかな、どうでしょうね。さあ、はい、来た、はい、出た、結果、あれ出ない、結果出た29、58。なるほどね、やっぱりね、そんな感じ。3番4番はね、押した皆様方お疲れ様でした。なるほどね、はい、やっぱり、ね、男性の方がやっぱり多いのかな。はい、そしてはい、まあこういったふうにね、まあアンケートね、クイズ、こういったものができるに加えて、なんと N 予備校は皆様が書いた答えとかね、そういったものをこちらに反映してそれを添削するなんていう、そんな画期的な仕組みがあるんですね。ちょっとこの挙手添削機能もちょっと試したりとかしてみませんか。はい、ってことで言ってみましょう。よいしょ、はい、皆さん中学復習講座にかける意気込みを自由に表現してください。文章でも構いません、なんかもう一文字でもいいですよ、絵でも構いません。手元に何か紙か何かありますかね。その紙か何かにそれ書いてもらって、ちょっと待っててください。いい。じゃあ、まずそれを、はい、1分間取ります。1分間で何か手元の紙にそれを書いて、ね、書いて、それで待ってください。はい、1分間、用意スタート。佐藤先生の性別アンケートで選択肢3、4があった。そうね、まあね、今ね、いろいろね、そらね、ありますからね、うん、さあ、で、こういう時間で、そうね、そう、過去に流れたコメントもこうやって全部ね、そうね、確認できるんでね、うん、で、こう、授業に有益なものはね、どんどん拾っていくね、授業に無駄なものは拾わないというね、僕結構拾ってますけど、無駄なものも。あと20秒。何でも結構です。もうね、文でもいいしね。うん。はい、あと10秒。あと10秒。早くも15分。大丈夫です、大丈夫です。はい、終了です。はい、終了です。はい、行きましょう。では、それではこれから僕が挙手レッツスタートと言ったら、画面に何か出ます。押しましょう。いいですか。はい。レッツスタート、ね、出ますね。それ押しましょう、とりあえずね。押せばいいんですね。押せばそこからこうね、幸せが ね, ね, ね。そこに待ってるものはハピネス。ノープランすぎるのもダメですね。こうね、こうね、追い込まれた人間のこのね、ギリギリのこの生態がね、さらけ出される。さあ、そう、回答準備するって押してください、ぜひとも。そう。ああ、いいじゃないですか。ありがとうございます。で、そしたら、カメラ出ますよね。そのカメラで自分の答え書いたものを撮ってください。で、いいんですよね。合ってますよね。あれ、1名様だけですか？みんなそんな遠巻きに見てるだけじゃつまんないですよ。で、ニコ生で見てる方もこの辺一切参加できませんからね、うん、ぜひともね、 N 予備校に加わってみませんか。お待ちしてますよ。さあ、大喜利まあ大喜利でもいいですよ。なんでもいいですよ。面白回答でも全然構いませんよ、うん、さあ、ぼちぼちかな。でもこれはそうか、あれ入ってくるのは、あ、さらにもう1名様追加。
文で打ちたい。あ、コメントで、コメントで打ってくれてもいいんですが、あ、はい、あ、来ましたね。あ、来ましたね。そう。ね、今、何が起こってるかよくわかんない人いますね。ちょっと待っててくださいね。ちょっと待っててください。ね。今来ました。あ、お疲れ様です。でそう、こういった機能を使って要は N 予備校では記述の回答もね、あの問題も扱えるんですね。去年2月ですね、あの直前期の時期に僕はあのそのまああの難関大国公立向けで、ね、東大英語とかやったんですけど、非常にあのうんこうね、うん、回答イベント中はコメントできないですかね、確かね、できるらしいですよ、探りましょうできるらしいです。さあ来てますでしょうか。あ、本当だ。これ、あ、これ、なるならさん、これあれ、さっきの授業の時も確かですよね。あ、なるならさん、またごめんなさい。またあのちょっとアップロードができなかったようです。なので、じゃあなるならさん、ありがとうございます。じゃあなるならさんに大きい拍手を。では DF さんの回答というか、この意気込みを見てみたいと思います。お願いいたします。これあれ前の授業、あ、昔だ、これずいぶん昔ですよ、これね、ねえ、ヘビーキャリー違う、あ、不定詞、まあ何でもいいや、先生とおります、ありがとうございますといったかといった感じでしょうね。まあね、そう、何が言いたいかというとね、自分の手元にある回答や何かをこちらにこうね転送して、それを添削して授業ができるというね、こんな画期的な仕組みでもって中学復習講座進んでいくわけなんですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ戻してください。赤いね、10年前か、ちょこの間そんな昔やない。はい、ってことです。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあここら辺から担当講師の説明ご紹介をしていきたいと思いますね。まず、まあ私はね、英語担当します、中木と申しますね。まあでも ね私は今日ね40分ね喋らせてもらいますんで、他の先生方についてもね、ぜひとも知っていただきたいね。でその先生方のまあ魅力、凄さ、そういったものをね感じてもらえればね、と思います。はい、まずいきましょう。担当講師、まず国語はこの男だ、佐藤俊弘博士ね。ちょっと若干画質荒かったかな、ごめんね、トシちょっと若干荒かったかもしれない。はいね、このようなねエピソードね、読んでください この彼とは僕はもうずいぶん長いんですよ。もうあの僕の前職の予備校の時からもうずっともう一緒にやってまして、もうだから十数年ですかね、もうね、うん、もう本当もうなんつうかね、もう本当にこうなんつうかこうね、同胞の死というかね、まあ、同胞の死と書いて腐れ縁と読むかね、難しいところですけど、本当に長い付き合いですね。で、あの大学受験の方ではね、あの古文やってますが、こちら中学講座の方ではね、国語全般をねやってくることになりましたね。あの授業ぜひ見てください。もうね、あ、でもね、あんまり言ったらこうなっちゃうね、あんまりこうね、ね、見てください。とても面白い授業ですよ、本当にね。まあいいや、まあ見ましょう授業ね。はい、ということでさ、で今日ですね、はい、そんな佐藤俊弘大先生からなんと皆様に向けてビデオレターですね。はい、この中学講座に対するこの熱い気持ちね、それを佐藤先生語ってくれていますんで、ちょっとそれを見てみたいと思います。お願いします。こんにちは、中学国語を担当する佐藤です。こんにちは、どうも今日はガイダンスということなんですが、国語に関しては、高校、の勉強というよりも、大学入試につながるようなことを中学校の国語を通じて、確認しようという講座になりますね。まあ出し方、入試問題の出し方ですね、とか、あとは書き方、読み方というのを一から確認することになると思います。で、古文にしろ漢文にしろ、まあ最初覚えなきゃいけないこともあると思うんですが、なるべくね、あの簡単に分かりやすく、つまずかないように、しようかなと、一
応、まあ、計画立ててますんで、他の教科ね、英語もそうですし数学もそうなんですが、ゼロからというかね、もう本当に初歩からやっていく講座になると思います。苦手なこともね、まあ、人もいると思いますが、苦手であってもね、まあ、ついてこれるような本にはしときたいなと思いますので、まあ、ぜひというか、必ずと言いますか、復習も含めてね、見てもらえるとありがたいなと思います。評論文の方とかね、小説の方は、形式構造っていうのを中心に考えて、まあ、授業を展開していきます。古文と漢文は、まあ、もともと日本語なんですけども、書き方が違ったり、あとは、そうですね、単語とかですね、語句が違うこともありますので、それを、まあ、一番、まあ、使われそうなもの、ね、それを中心に、授業で喋っていきますので、ぜひぜひ、ね、見ていただいて一緒に学んでくれると嬉しいなと思います。僕からは以上です。はい、というわけで佐藤先生ありがとうございました。拍手ありがとうございます。今皆さんこれね、ビデオレターの間ちゃんと聞いてました？なんか家で撮ったのとか自宅感満載とかね。でもね、僕もこれあの彼からその LINE でこの動画もらって見た瞬間僕も思った、家自宅ですよね。そう、 LINE ライブとかあのショールーム、芸能人がショールーム撮ってるみたいな、なんかそんなねテイストがいいじゃありませんか、このアットホーム感ね、このねアットホームの中でね進む授業、ぜひ受講してみてください。はい、以上国語の佐藤先生でした。続きましてははい、あ、ごめんなさい段取りが頭入ってません。はい、そんな佐藤先生に関するクイズを一つ、はい、問題、佐藤先生が愛してやまないものはどれでしょうか。はい、1ディズニー、2ニンニクと納豆、3相撲、4 AKB グループ、はい、どれでしょう。15秒どうぞ。さあどうでしょう愛してやまないもの中っきってやめてそれでなくても毎年こうオカマ疑惑に苦しんでるんですから私さあ生きた生きた、あ、皆様お詳しいようでねここが71でなんか結構そこそこの割合で4番がいるのも面白いね。ね、年そういう風にね、そういう風に思われてるぞはい、正解は1番です。素晴らしい、大きい拍手そう、一つ以外全部中木先生、そうですね、あの1234はね、僕が愛してね、愛してやまないものですねという感じで ね、 こう ねしれっと自分の自己紹介もね、こうね加えていくわけですよね。はい、ということで、はい、以上ね、佐藤先生の紹介でした。はい、続きまして、はい、難読講師、数学はこの男、小倉雄二、拍手プロレスのリングワナっぽくなってきた、なんかさあ小倉先生、はい、年齢は、ね、まあね、言わないでおきましょうね。はい、こんな先生ですね、呼んでくださいね。もうね、もうこの多分この外、あのさ、この写真からは分からないかな、これ、あの、そうですね、あの、もうね、非常にこうね、あの、もう真面目な青年ですね。そんなね、真面目な数学を愛する小倉先生からももちろん預かっておりますビデオレターですよ。はい、じゃあ見てみたいと思います。小倉先生からのメッセージです。どうぞ。皆さん、こんにちは。数学講師の小倉雄二と言います。数学ってのは考える学問です。皆さん、実は考えるのって楽しいと思いませんか？あの、僕もですね、あの、今こうリアル脱出ゲームってやつありますよね。で、それに結構ハマってるんですよ。で、あれね、結構ハマってる人多いと思うんですけど、やっぱりこうみんな考えることが楽しかったり、あとは解けた時の達成感ですよね。で、やっぱそういうのって、あの、人間はもともと本来ね、もう好きなんじゃないかなと思います。で、やっぱり数学もそういったものがこう味わえますよね。まあ、じっくり考えて、で、その時の、解けた時の達成感を味わえる。やっぱり数学の、まあ、醍醐味の一つは、まあ、そこだと思うんですよね。だから、まあ、この講座ではですね、あの、一緒に
数学の楽しい、問題を考えて、でその時のね、まあ、達成感だとか、あとはなるほどそういうことかとかね、そういうのを味わってもらえたらなと思います。で確かにね、みんな数学そのもの、例えば相似だとか二乗に比例する関数だとか、そのもの自体を、まあ、社会に出てから使うんですかっていうと、まあ、使う人はごく少数だとは思います。しかしそのね、こう考えた経験、そしてこう考える力っていうのが自体はやっぱ社会に出てから非常に役に立ちます。まあ、この中でね、あの社会人で見てくれてる人とかは、まあ、実感してくれてる人もね、いるんではないだろうかと、まあ、そういうふうに思ってます。で、だから、まあ、この、講座ではですね、まあ、本当にまあ堅苦しいこともたまにはやるかもわからないですけど、まあ、数学が楽しいな、なるほどなと思えるようなことを、ぜひやっていきたいと思いますので、まあ、一緒にね楽しんで、数学をね学習していければなと思います。それでは授業でお会いできるのを楽しみにしています。またね。またねってかわいい大きい拍手いきましょう。もうね、真面目でしょ。もうこのね、そう真面目そうな人柄がもうね、風貌とかこのね表情、喋り声からもうねにじみ出てるね。僕とはね、全ての意味でもね真逆なね、本当にもうあの真面目な先生です。で本当にあのとても授業もね丁寧で、本当にこう皆さんのことをねしっかり考えて、あの授業をすごくねやってくれてるね、そんな先生です。ぜひともね受けてみてください。はい、ということでコメントちょっとあったよね。なんかそうね、コンビニの店員みたいなんですよ。あのこのその動画をもらって、僕思わなかったんですけど、その動画を見たあのねドワンゴの社員さんがね、某弁当屋さんね、あのね HM ですかね、の制服だっていうふうに言ってて、確かに言われてみればっていうね、そうねって言われてからもうね、ねホットモットにしかもうね見えなくなってしまったよね。はい、そんな感じですが、はい、おもうこんな時間じゃないか。はい、さあ、じゃあそんな小倉先生に関する問題一つ。はい、小倉先生が似ていると言われることが一番多い人は誰でしょうか。ドン。1ノンスタイル井上、2西川貴教、3隣のクラスの和田さん女性、4ロシア人。15秒どうぞ。雑趣味とか知りたい。そうだよね確かにそうだな佐藤でしょ。あれ言ってますか。 OK OK。はい、はい、出ました。61、17、18。あの3番選んだ人、その回答根拠教えてどこの和田さんですか。答え1番らしいです。似てるかな、似てると思いました。まあ、1番らしいんですけどもね、うん、ちなみに234、これまた全部これ僕です。これ圧倒的に多いのは2番ですね。最近減りましたけど。3番、これ高校の頃横のクラスの和田さんっていう女性にそっくりだって、もう学年中で言われてて、なんかねロシア人、中っきってロシア人っぽいよねってね、あのね、うん、うんとうんとも何とも言えないっていうね、そんな感じです。はい、ってことで、はい、じゃあそんなね、佐藤先生、小倉先生と、あと私中っきで中学講座は進めてまいりたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、さあ、じゃあここからですね、さあ、じゃあいよいよ、はい、N 予備校のシステムについてお話をしていきたいと思いますが、まずちょっとね、まずどんな感じのこの仕組みになってるかっていうの、まず画面上でちょっとねパパッとお話しますね。はい、よいしょ。はい、まずね、そう、これが N 予備校の基本的なコンセプト。ここ教材、生授業、 Q&A がオールインされたただ一つの受験アプリなんですよね。はい、でここが一体じゃあどういうことなのかっていうね、ちょっとここの仕組みですね、これちょっとじゃあご説明いたしましょう。はい、はい、まず基本的にこのね N 予備校での学習のサイクルね、
まあ、授業がありますが、ね、その授業を軸にして皆さんがどういうふうに、ね、この中学復習講座進めていくか、まあ、これは英語の例ですね。英語の例をね、ですが、まず英語は生授業が毎週金曜日ですね、5時半から6時半であります。授業も生ですよ。これよく聞かないんですよ、授業を録画ですよね。違うんですよ、生です。生授業いい。でこれが毎週金曜日あります。で授業やった授業やった授業やった、これではやっぱり 学力力は上がらないんですよね。はい、やっぱり大事なことはここなんです。この授業と授業の間で皆さんがどれぐらいね、効率いい楽しい勉強してくれるか、これが勝負で、 N 予備校はこの間でアプリホームページの中にある参考書問題集、これが教材ですよね。で勉強してもらう。で分かんないところは Q&A で質問ができるというね、そして生授業をまた受けるというね、こういったサイクルで進んでいくわけですね。はい、ここですよ、ここですよでもお高いんでしょ、乗っちゃうぞ。5月中は無料ですよ、なんと無料ありがとうございます。はいね、ね、はいはい、はい、いきますはい、ですか、はい、この3つですね。はい、この3、教材、Q&A、生授業ね、これが三位一体になって学習は進んでまいります。いいですか。はい、さてで、まずこれそのスマホの画面ですね。スマホの画面で、まあこうね、受講中のコースがちょっとこうアップ目にできますかね、ありますね、こうパパパパッと出ますね。で受講コースの中でこれが中学復習講座英語ね。でここをポッと押してもらったらばこういうふうに出るね、これがその中学復習講座の第1回第2回第3回点点点点ね、というふうにこのね各回の内容がある。そしてで各回の部分ね、これ第1回ですね、第1回押してもらったら参考書資料等々割って、ここからさらにこう広がっていって、ここからこうって言っても分かんないですよね。ですよね。そう、これ昔まだこの中学この復習講座が N 校生限定の頃にね、僕が最初この説明するためにこれ作ったんですけど、やっぱりねいまいち分かりづらいということで、皆様、はい、せっかくね見てくれてますんで、ちょっとこれから実際に、はい、アプリこれですね、 iPad で動かしてちょっと実際にこれ実演してみたいと思います。なのでちょっとこれから画面切り替わりますね。切り替わってこちらの画面になりますので、じゃあ行きましょう。よーいドン。はい、まずこれがスタート画面ですね、ホーム画面ですね、なんですよ。でまずこれね、皆さんもこのね N 予備校のアプリホームページに入ってもらったら、まず受講コースを追加する真ん中にありますよね、青いところですね。これ僕の指映るわけないですよね、当たり前だというわけで、この受講コースを追加するここをタップしてもらうとこう出ます。でこの中でじゃあ例えば、じゃあ大学受験の英文読解ね、じゃあこれをコースに追加したいね、じゃあちょっとねハイレベルでも言ってやろうかね、こう説明も載ってますね、各講座の説明も載ってます。もちろん他の数学とかね、国語とか、もちろん中学復習の講座についても説明はたくさん載ってますね。あ、詳細出るんですね、詳細、あれ、あ、そっか、詳細でこれでその中身ですね、この章立てが映るんですね、うん、これあんまみんなこう早く動かしたらみんなあれだよね、きっと見てる人酔いますよね。ちょっとゆっくりやりますね。でじゃあこれをハイレベル受講しようとなったら、この受講する、ここをタップするとコースに入ります。でこうすると、でまたこれでホームに戻ると、あれ入ってない、あれホーム、あれ入ってないですね、なんでなんでだろう、あれ大丈夫です、時間はあります。あ、おかしいですね、あれ言ってますよね、これね、右、あ、ダン、これだ、あ、英語講師なのにこのねダンの意味が分かんなかった、すいません、これで完了ですね、失礼しました。更新、あ、来ましたね、あ、でこうすると、すいません、ほら、ほら、よかったはい、受講中のコースに英文読解ハイレベルが入りました。で
英文読解ハイレベルをタップしてもらうと、ね、この各回の内容ですね。第1回文型挙動詞、第2回準動詞1等等等ですね、はい、で例えばじゃあこの第1回文型挙動詞を学習したい、あ、これ、これ一応説明も出ます。最初はでまず上、教材授業ってありますが、この教材ですね、教材の方、ここに要はその参考書、例えばこれがその参考書ですね、これはポイント集ですね。そう、各単元で子供が喜んでおります、ありがとうございます。ぜひとも各単元で学ぶポイント集、まあこれあの英語の例ね、もちろん他の教科はまたそこは違いますよ。こういったポイントが詳しいでしょう。今日はもうね、おーね、もうどんどん見せてしまいます。でまあ無料だけどねそう、こういったポイント集があったりだとか、あとはここがその問題ですね。まあ英文読解なんで長文の問題ですね。これ読解の問題があってね、答えが選べるとね。え、でも先生そんなの別にね、ウェブに問題載っけてるだけだから普通じゃないですか。甘いですね。いいですか。例えばじゃあ1番ベネフィットの意味、これを以下から選びなさい。なんと選んだもの、じゃあどっちで、じゃあ利益を、じゃあ利益を、利益をじゃあこれは得るかなと判断してタップします。じゃあ C のベネフィット、これはじゃあ得るかな、問3番これかなってすると、理解度自信ありなし、じゃあ自信ありとすると正答数が出ます。早いかな、ついてこれてますか、大丈夫ですか、大丈夫ですかね。でこれで間違った問題については、間違った問題についてはここですね、あ、これか、あ違う、これですね、このここを開くと詳しい解説が出るんですね。この問題の解説が出る、タップするとこの解説が出るといった形で、この問題解いて即解説が見れる、こんな仕組みなんですよ。ご理解いただけましたでしょうか。ここまでご理解いただけたら、あのなるほどボタンを押してもらえれば大変僕ね、あのねテンション上がって嬉しいございます。お、もう40分じゃないですかといった感じですね、はい。これがまあそのね、ここですね。ちょっとじゃあ一回出ましょうか。なんでこれ音声ないんですか。ちょっとそこをね、後ほどお話しますよね。そうそう、といった形でね、そうね、この授業ですね、ね、この授業を出してなかった、そうです、これが教材です。で、すみません、ちょっともうじゃあもう一回入ります、もう一回ワイプイン、これか。で、授業見たかったら、授業あれありません、嘘、あれ、この間僕授業しましたよねあれ。でじゃあ一応言っときますね、この授業のところタップしてもらったら、授業のアーカイブがここで見れるんですね。でアーカイブも残ってるんで、いつでも復習できますね、何度も見て復習してください、はい、といった形で、これが教材授業。そして Q&A ですね、この一番下にこの Q&A のタップがあるんで、ここを押してもらったらば、こういったさまざまな質問がこうね見れるわけですね。で例えば これとかいいですね。あった。そう、こんな質問が最近ありましたね。はい。ね、カンカン同率志望ですがね、英単語帳をね、どうすればいいですか。でみんなでこうね、教え合ってね、教え合ってね、ありがとうございます。解決ね。といった感じで、いろんなあのね質問がね寄せられて、でこの Q&A で、Q&A でですね、そう、なんつうのかな、そのQ&A はそうなんです、いい質問については僕たち講師も答えにたまに入っていきます。最近数が多くてなかなか全部にはねお答えできないんですが、とてもいい質問には僕たち講師が答えに入っていきますんで、うん、ちょっとね盛り上げていければと思いますね。で基本的には Q&A は皆さん同士で教え合うね、で教え合う中でお互いの力を高め合っていくというね。そう、去年1年間なんかも本当非常に Q&A をね有効に使ってくれてるね、そんな、うん、人が多かったですね。うん、ね、なんつうかこうだかね、学び勉強の場が授業だけじゃないんですよね。
授業でも学ぶ、でそして教材でも学ぶ、 Q&A でもね、お互い学ぶっていうね、そんな風な仕組みになっておりますね。ぜひともうまく活用してください。はい、でそしてですね、そうか、授業が見れないんじゃな、ちょっと授業実際お見せしたかったんですが、でどうやったら音声出るんでしょう。じゃあそっちの話いきます。ですね、そう、これ結構そう期待されてる部分なんで、ちょっとじゃあここからは英語の話になりますね。中学復習英語の話になります。で中学復習英語、参考書、これは基本例文集ですね。あんまりこうだからうだうだね、細かい細かい長ったるい説明はあんまり出さないようにしてますね。でこういうふうにね、まあ短めの文、短めの文を通して英語をしっかり分かっていこうというね、そんな風なねコンセプトになってます。でこれまだ乗っかってなかったんかな、でもいずれです。あれもう音声乗ってたかな、ここ音声がネイティブによる読み上げ音声がつくようになるんですよ。これね、要望が多かったんですよね。本当に要望が多くて、これもね、そうなんですよ、ご期待くださいませね。でこの音声も使ってね、中身の濃い勉強していこうね。お、あ、授業見れますか。ありがとうございます。ちょっとじゃあ授業のアーカイブをちょっとじゃあね、うん、お見せしたいと思います。じゃあ例えば、じゃあ私のこれ昨日の授業ですかね。私の昨日の授業、よいしょ、ドン、このスタンダード第3項、ね、これ見るとこれ昨日の授業ですね。これをこうすると、あれ、あ、OK、そうね、こんな感じでこうね、昨日の授業が見れるわけなんですね。いきなりちょっとね、授業と関係ないコメント流れて、僕今焦ってますが。そうなんですよ。でね、といった形でこうね、見れるんですね。で、まあ、90分ね、しっかりかけて見たかったら、もちろん見てもらっても構わないんですが、これ、スピードが変えられるんですね。あ、そうか、全画面にしようか。確かに、全画面ってこれか。こうですね。そう。で、ごめんなさい。ごめんなさい。不慣れなもんですね。普段 iPad を使わないんで。で、スピードが変えられるんですね。ここで 1.5 倍だとか、2倍速ね、倍速再生もできますんで、これでね、まあ、うん、効率よくね、勉強もできるかと思いますね。そうなんですよ。いいよね。ね、2倍速の動きってすごいこうね、コミカルでいいですよね。なんかもうすぐ、なんかもう、なんか電車の授業したみたいな感じになってますけど、すいませんね。まあ、授業のね、前振りですね。といった形で、はい、ね、授業も見れるんですね。はい、アーカイブでも見れるんですね。といった感じです。はい、ありがとうございます。はい。はい、といった形で、まあ、授業を進んでいくわけですが、ちょっと時間若干過ぎてますんで、はい、大体お分かりいただけましたでしょうかね。もし何か質問があったらちょっと今ね、コメントに流してください。ちょっと可能な限りお答えしたいと思います。で各教科ね、国語、数学、英語でやることね、第1回目の授業でね、きっとたっぷり喋ってくれると思いますんで、うん、まあね、詳しくはそちらをね、お聞きください。さあ、ちょっと もしご質問あればお答えいたしますが、どんどん何でも流してください、ね、答えられるものは答えます。さあ、そう、若干コメントもこうね、時間のラグはあるんですけどもね、うん、まあ10秒後ぐらいにはこちらに反映されますんでね。追加料金とかあるんでしょ。2回目やる心のこの勇気はないな。5月いっぱいは無料でございます。他もしあったら何でも、どんな質問でもいいですよ。小倉先生の年齢とかね。何歳ですか、ね、はい、秘密。あ、年はじゃあこれで、佐藤俊博大先生と同い年です。何の情報にもならない。さあ、もう大体もなんか、第1回の授業いつになりますか。第1回は明日金曜日、僕の英語ですね、僕の英語の授業がスタートになります。おすすめの単語帳ありますか。またそれはね、授業の中でお話します。誰推しですか。これ完全振りだよね。北原理恵推しです。ありがとうございます。うまく来てなんか、ちょっと、ね、関係者諸君、これオリエンテーション。
はい、大丈夫でしょうかね、うん、でもしねこれ以外に何か質問とかあったら Q&A の方にね上げてもらえればあの僕たちまたはねあの N イベコンの運営の方が対応 してくれますね。ぜひねそちらをご覧ください。はい、ということで、あ、ちょっとじゃあね、じゃあ若干じゃあ こっち画面で、はい、さあじゃあ最後にですね、じゃあその各教科の曜日ですね、ちょっとそこを、ご紹介して終わりにしたいと思います。はい、ってことで、はい、なんかトントンタイムとかも完全にね分かってる方がね、そうね、そういうこうね新しい方がね分かんないコメントをしちゃいけませんよ。はい、授業の放送時間こういうね時間割になってます。国語毎週火曜日です。はい、5時半から6時半1時間。数学毎週水曜日です。5時半から6時半。そして英語金曜日5時半から6時半。はい、火水金は N 予備校ね、火水金は N 予備の中学ね、ほんと皆さんのこうね学習のサイクルとしてねしっかりね組み入れてもらえればと思います。で第1回の授業は、はい、私のこれですね、はい、金曜日この英語から始めさせてもらえればと思います。ということでさ、ね、時間も過ぎてしまいましたので、さ、じゃあこれで一応オリエンテーションを終わりにしたいと思います。皆様私たちと、ね、一緒に N 予備校で中学の内容をしっかり学び直して ね基礎を作ってね、このね、さまざまな力の、ね、土台を作って参ろうじゃありませんか。ということでじゃあまた授業でお会いしたいと思います。お疲れ様でした。さようなら、また明日お会いしましょう。